山辺いらっしゃい、私たちのキッチンへようこそ。私はここのパティシエのサマー、よろしくね。では今日は西区でたくさん採れる野菜、小松菜を使ったお菓子を作ってパーティーをしようと思うんだ。はい、では美味しいお菓子を作るために欠かせないこと、それは手洗い。しっかり洗って安心安全なお菓子を作るよ。ここではハッピーバースデーの歌を2回歌うぐらいの長さまでしっかり手洗いしましょう。はい、今日使う材料は小麦粉、ベーキングパウダー、お砂糖、牛乳、卵、バター、サラダ油、飾り付けに粉糖、いちご、チョコレートに生クリーム、そしてもちろん主役は小松菜だね。小松菜には疲れの回復を早くする鉄、骨や歯を丈夫にするカルシウムがいっぱい。その他ビタミン A やビタミン C も多いからみんなに食べてほしい野菜だよ。はい、次は小松菜を洗うよ。茎の根元に土がついているからよく洗ってきれいにしようね。まずは小麦粉とベーキングパウダー、砂糖をボウルに入れて、粉を振るう代わりに泡立て器でよく混ぜるよ。じゃあ混ぜます。はい、次に小松菜をざく切りにして卵と牛乳と一緒にミキサーにかけるよ。はい、できました。綺麗な緑色だね。ここに溶かしバターを入れて、またミキサーのスイッチをオン。はい、では最後にこの2つを混ぜ合わせて、出来上がり。はい、次はホットプレートで焼いていきます。フライパンでももちろん OK です。ホットプレートには油を引いてね。さあ、生地をボタッと落とすよ。生地が美味しそうに変わっていくから見てみよう。はい、このくらいプツプツしてきたらひっくり返すよ。わあ、美味しそう。山辺、一緒に食べようよ。いただきます。
食べた後は後片付けも忘れずにね。後片付けもパーティーのうちだからね。生ゴミの水気はよく切って捨ててね。生ゴミの水分が多いとゴミを燃やすとき焼却炉の温度が下がってしまってさらに多くのエネルギーを必要になってしまうからね。小松菜パンケーキツリーを食べると1日に必要な野菜の量を食べることができる。丸かな？×かな？答えは×です。1日に食べてほしい野菜の量は大人で 350g、 4歳から5歳で 200g、 小学3年生から4年生で 280g が目標だよ。今日の小松菜パンケーキツリーに使った小松菜は 50g なので、1日に必要な量としてはまだ足りないね。この他の食事でもたくさん野菜を食べようね。身近な地域で採れた野菜をその地域で食べること、地産地消は体だけではなく環境にも良い。丸かな？×かな？答えは丸です。その地域で採れた野菜は新鮮で栄養価も高いままだから体にいいね。さらに輸送にかかるエネルギーも少ないから環境にもいいんだ。人や社会、環境に配慮した消費行動をエシカル消費とも言うよ。いつもの消費をエシカル消費に変えてみよう。山辺、小松菜を使ったパンケーキ美味しかったかな？またこのキッチンに遊びに来てね。